はいどうも、セブンナイツおじさんの韓国版セブンナイツ動画です。よろしくお願いします。はい、セブンナイツ今日もやっていきたいと思います。実はですね、ツイッターには投稿したんですけれども、昨日ね、なんとダイヤからクリスタルに昇格いたしました。ありがとうございます。未知の領域へ到達いたしました。で、ここで、まだね、自分の知らない世界が、今広がってるわけなんですけれども、ここで、教えていただいたのが、今、私の装備、ナタ君に装備させてるのが、実は弱点なんですけど、敏捷の方がいいよと言われました。マジかと。そうっすかと。いうところなんですけども、まあそれはもうしょうがないと、切り替えていこうということで、まあ敏捷を探していこうかなと思います。で、今準備中の手を、こちらに関してはすでに敏捷を装備してるんだけど、弱点がいいよとこちらも言われました。テオのスキルがやっぱり優秀すぎるんで、まあ、やっぱりバフ剥がしですよね。まず、こう、一発目、もしザンクロを一発で最初に打てれば、相手の状態異常免疫消せるんで、確かにそうなるとかなり有利に運びますよね。なので、テオには、弱点攻撃を装備させるというのが、今は、大変ベターな状態。まあ、ベストなのかね、な状態になってるみたいですね。あれ、これ弱点攻撃じゃね？で、これもメリオダスも弱点攻撃だな。あ、ある。弱点攻撃。でも、こっちの覚醒してるけど、こっちの方が弱いから嫌だな。こっちまだ上がり要素あるもんな。で、これは、ちょっともう、さすがに今月は外せないんで、まあもう、来月、今26日なんで、もう来月に回そうかなと、テオは。ボードからも出るかもしれないんで、まだ。そしたらレベル38になるんで、それはもう待とうかなと思っております。で、問題はナタクだよね。ナタクの装備、ナタクも、まあ、装備するのは、まあ、間違いなく、来月になっちゃうと思うんですけど、集めなきゃいけないね。弱点装備を、じゃない、敏捷を。あるかね。今手持ちの中には魔法の敏捷はないですね。なのでこれはちょっと作ったりしないといけないかなというところですね。今月それができるかどうかちょっと分かんないけど、まあちょっと頑張ってみたいと思います。よいしょ。これもね、だいぶ来てますね。今1120。一回、この元素で交換してるんで、実質、あれ？元素だけかな？俺交換したの。なんか、スコアが中途半端だな。これも交換したのか、俺。そうだね。そうするとちょうど今、110の880交換してるから、実際もう2000溜まってたところが、1120だね。そうだね。で、次はフィギュア取っておこうと思います。なんだっけ、白章とか、ゲリドゥスとかで使えるっていうのすごい、いつも言われるんで、なので白章取りました。白章取ったんで、これを、まあ育てて、これもね、横で育てていこうと思います。なんか単体火力、いつの間にかにね、超強かったっすよね。はい。まあそんな感じですよね。じゃあ、アリーナ、早速やっていきたいと思います。ですね、ゴー！さっきなんか一戦やったみたいですね。でも負けてたわ。ちょっとちゃんと見てなかったみたいですね、これ。
おお、なんだあのあれかっこいいな、クリスか。おお、やめてクリス攻撃しないで。これでまず2ターンバフ剥がしして、これが貫通で、クリスか、かっけえな。やばいやばい、ちょっと早いな。まあ、1回でも倒しましたね。カルマレベル40でもこんなに強いんですね。テオも倒した。スパイクで、うわー、めっちゃ凍らされたわ。カルマ倒した。ザンクロー、やばい、クリスがで覚醒スキルを使わせて、あーそっちかまあいいか、前後入れ替えで、固定ダメージ、これでウルキオラを倒しましょう。 OK、 ノー、そうか、まあそうだね、まあ一回それで防ぐ顔ごどを取って、でバフ剥がしをね打ちましょう。あのユシンも持ってるんでね。あっていうか孫悟空復活してんじゃんね、予防 OK、 これでテオとクリスはおさらば、ポジバフ解除なんでね。でこれ今大丈夫です、受けても凍らないっす。あー死んだ凍らないけどダメージを受けました、ね、うおー2体凍りました。でもまあ勝てるでしょう、スキル打ち切ってるはずだから。分身であれだけ与えられればね。惜しかった。対戦ありがとうございました。まあ、ここさっきの、俺のパーティーこうするべきみたいな話あったじゃないですか。でそこをねやっぱやっていかないと、今後はこうやってザンクロを先に打たれてダメージとバフ、まあ免疫ですよねを消されちゃうっていうことですよね。でこれで全員沈黙しちゃいますよね。うん、でこうなったらもう絶対ね勝てないじゃないですかでもこのクリスタル体だともうこういうのは多分通用しないと思うんですよね、多分このままじゃ。うん、これでクリスもやれちゃうかな、大丈夫か。うわー、カールヘロンか、デロンズは免疫取れてんだ。倒そう、倒した、生き返った、孫悟空が生き返った。ルーディまたザンクロ来た、違う、ソーハン夫人だ。うわー孫悟空が、今のはちょっと正直なとこ言うとアルレシアもやられてて欲しかったね。ザンクロー、これ分身なくなっちゃうじゃん。うわー、これでいなくなったからかなりダメージ量が上がりますね。カイル、どうにかできるかな。これで手をも落とせれば、落とした、よし。で次でやばい、これは強い、
派手なんですよね、こいつね。で、追加攻撃もあるし。これで落とせ。よし。あんた、残った。やばい。やばい。惜しかった。まあ、俺の孫悟空がそこそこ戦えるレベルだから、なんとかなってるって感じですかね。ほんと、ちょっとですよね。ちょっとちょっとって感じ。パーティー合成どうだ？スパイク、ヨンヒ、オルリー、テオ、メルキル。これは完全に王道のパーティーですな。確かにここで匂い棒とか微妙だな。そうすると孫悟空弱点とは一体何だったんだって話になるな。ルーディ、まあでも弱点ダメージ量っていうのもあるからなしじゃないよね。ええ、嘘。信じられないことが起こった。強すぎんだろう、4匹倒したけど。強い、何これ。一撃で俺の孫悟空の分身倒された。なんでこんな強い人が負けてるんだ。負けてますよね、3008ってことは。嘘でしょ。強っ。これがラストになると思います。ローマ字だと日本人かなって思っちゃいますね。これは先ほどのパーティーにリンが入ってるって感じか。うひゃー、これやばくないか。防御力下げられちゃったな。ワンバックとかにされちゃうと防御力なくなっちゃうからね、パッシブで。陣形パッシブがきついっすな。一応なんだろう、クリスが封印されてるんでまだわからないですね。いつうざいのな、こう攻撃力を上げてきやがる。花見順目。よし。やばい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 。全然覚醒ゲージも溜まってないから。これがきついんだよな。クリスの覚醒ゲージがたまらずに倒されちゃうっていうね。で、結果、こう、ね、何もせずに、こう、バフ現象で倒されていくっていう。テオは倒しました。さあ、どうなる？免疫はなくなった。いけるか？惜しかったと思ったけど生き返った。頼む、耐えてくれ。こっちは固定じゃない方だ。よし、固定ダメージの方だったら死んでたわな。うわ、惜しかった。怖え。いや、韓国版の戦いはやっぱりね、何を装備してるかわからないっていうところもあるんでね。今の日本版の戦いも少しずつそうなってきてるんですけど、どのルーンが装備されてんのかされてないのかとか、違う、装備じゃねえか。振られてんのか振られてないのかとか、アクセの耐性がどうなのかとか、こっちの状態上入んのか入らないのかっていうのでね、かなり緊張感変わってくる戦いにはなってるんですけど、まあ、こちらはより一層そうなんでね、ほんとね、一試合一試合目が離せない、ほんと。頑張っていきたいと思います。はい。まあ、とりあえずね、初めてのクリスタルなんで、
勝率がね、50% 割らないように、50% 割らないように、とりあえず回数消化で頑張ろうと思います。今週は多分そんな強くできないと思うんで、装備変えないといけないから、ちょっとトパーズ使いたくないんですよね。はい。はい。というわけで、ご視聴どうもありがとうございました。次回も頑張っていきたいと思います。バイバイ。